さあ本日はワールズ2021プレイノックアウトステージの模様をお送りしております。本日からは BO5 ということで、この後も引き続きガラタサライスポーツバスビヨンドゲーミングをお送りするわけなんですが、まずはガラタサライが1本取ってきましたね。序盤接戦ロングゲームを制したというのはかなり BO5 にとっては大きなアドバンテージになるかなと思いますね。面白いのは本当にゴールド差がずっとビヨンドサイドにあって、最終的に見直してみたんですが、勝った瞬間も400ゴールドしか勝ってないんですよ。最終的にはやっぱりロングゲームになった際の構成的なコンセプト的な相性っていうところはありましたよね。オールインバックラインに飛び込んでいきたいビヨンドに対して、ディスエンゲージカウンターエンゲージの強いガラタサライの構成になっていたので、やっぱり中盤有利を取った際のスプリットでゲームを作っていきたいっていうところがうまくビヨンド機能しなかったというところが本当にゲーム全体を通しても大きかったかなと思いますね。さあその中でビヨンドゲーミングはレッドサイドを選択いたしました。ドラフト変えてくる必要性はあるということで、早速変わりましたね。アフェリオスドレイブン変わっていません。キアナに先ほどリーシンだったところがゾーイになりました。中盤、あのパフォーマンスを見るとしょうがないのかなと。いやさすがにバンでしょうね。逆に AD キャリーのチャンピオンプール自体はどれだけバンされてもキャリーチャンピオン残るよっていうところはある程度証明できたと思うので、トリンダメを入れるように変えましたね、ガラタサライ。これはファーストピックも狙ってますか。ちょっとここビヨンド悩みますね。あー懸念。これトリン取ったらかなり面白いですよね。お互い先ほどトップレーナーが使ったチャンピオンをバーンしたということになります。あとはガラタサライとしてはトップボットでの序盤ゲーム作りっていうところをマオアンに練習時計取り返されてしまったがために活かせなかったっていうところがあるので、それでもジャングル優先しますか。でこれ気になるのが、はい、ビヨンドこの、風車が使ったリディアが正直あまり機能しているようには見えなかったんですよね。でチームコンセプトとしてはいかにドッグを育てながら中盤の集団戦に持っていくかっていうところがキーになっているので、であれば、今回で言ったとおり新ジャオのようなチャンピオンを取って序盤から張り合っていけるチャンピオン、中盤以降に関してはドッグのキャリー力、チーム全体の集団戦のうまさっていうところにかけるのがいいかなと思いますね。さあそれに対してファーストピックもヒートの時にはリーシン、そして先ほどは自分たちがバンしていたライズに相手が取ったルシアンを取ったところにミスフォーチュンとツイステッドフェイトを返してきました。フォーチュンに関しては、ルシアンに対して一方的に不利なわけではないチャンピオンで、お互いのチームやっぱりミッド主導権っていうところは最重視してますね。ライズはプッシュ能力がありサイドアクションが取りやすい、ツイステッドフェイトもプッシュ能力が決して高いわけではないですがアルティメットでサイド介入しやすいチャンピオンというところで、ジャングラーも序盤タイプに合わせてきましたし、ミッドジャングルからサイドへのアクションというところをどちらのチームも狙ってきましたね。リーシン・シンジャオのマッチアップにジャングルはなりました。さあバンフェーズ2はカミールから、ルシアン並み警戒のバンというところですね。これセカンドバンフェーズとしては、ルシアンボットサイドで強いチャンピオンアクションを起こしたいというところのサポートの相方をバンしているガラタサライに対してトップサイドでのゲーム作りっていうところを、狙っているんじゃないかっていうところでビヨンドがカミールなので、もう一つはサポートに回しましたか。これガラタサライとしてはブラームも決していいような気がしますけどね。なるほど。その上でレオナを取られてアリッサーで返すっていうところが一番現実的かなと。あと一応ですがマオアンはレギュラーシーズン中にミッドルシアンをやってますが、AD キャリーと見るべきですか今は。今のメタであればあとライズ取ってますからね。そうですね、基本的にはライズミッド。あとジェイス、これこうなると死んじゃうライズでミッド主導権取った後のつなげ先っていうところがトップでも持ってもどちらでもいいという見方もできる反面、ジャングルリソースが必要なレーンが単純に増えたことにもなるので、そうですね、ゲームメイクめちゃくちゃしづらくなっちゃうんですよね。おお、そしてここでグエンが出てきますか。得意チャンピオンですよクレジー。これどちらもかなり面白い選択ですね。グエン、ジェイスに対しては連勝権取れません。なので、ボットレーンのところもフリーマッチアップに、サポート試合ですがなるでしょうから、
サイド両方のコントロールを失った状態でトゥイステッドフェイト果たして活かせるのかっていうところに対してビヨンドとしては、まあ、とはいえトゥイステッドフェイトがトップも狙うという選択肢ができちゃいましたよね。ジェイスが基本的にはプッシュしなければいけないチャンピオンなので。そしてザースティン、最後レオナを取りました。ワールズではザースティンのレオナ初ピックになると思われます。結構シーズン中もレオナの使用頻度は少なかったのでどうするかなと思ったんですが、まあ、しっかり出していけるようですね。まあ、これまでのワールズを見ても圧倒的な勝率を誇っているチャンピオンですからね。それに対して、まあ、ルシアン・ブラウン合わせてということになりました。全体的なレーンマッチアップを見るとほぼ全てのレーンでビヨンドが序盤のところレーニングフェーズのところはアドバンテージを持っていると。ただその分サイド両方にジャングルのケアが必要になっているチャンピオンが揃っているので、風車がどれだけ相手のアクションを読んだ上でカバーに入れるかどうかというところはかなり重要になりますね。まあ、先ほどのゲームとやはり違うのはそのレーンの有利があるっていうところですよね。さっきも全レーン押し込まれたじゃないですか。そこの立ち上がりから、まあ、ヘラルドがスティールできたからいいスタートにはなりましたけれども、今度はその有利を使ってゲームどんどん作っていくビヨンドが、まあ、見てみたいなと。そうですね。逆に言うとガラタサライとしてはゲームワーと一転して全レーン主導権がなくなってしまったそうですね。のでちょっと極端ですねこの両チーム。ええ、ただまあゲーム2に関してはまあどちらかというとビヨンドがドラフト的には有利に立ったかなと。レッドサイド選択のところから、まあ、ゲームの内容から修正してきた感じはしますか？そうですね。あとはもうミッドジャングルの主導権争いというところでまずはしっかりと勝った上でサイドのアクションにつなげていく。まあ、ただチームっていうところを見てもどこにつなげていくっていう可能性が非常に高いのかなと思いますね。そうですね。特に今回ルシアンですからね。さあ始まりましたワールズ2021プレインノックアウトステージマッチ1ゲーム2ガラタサライスポーツバスビヨンドゲーミングスタートです。お、キノが面白いところいますよ。トップインベードの構えではないので相手が入ってくるところをキャッチしようということですか。あとはグエンが今言っているあのポジションでよく一人で待っていることがありますよね。ただあそこキャッチするのであればおっと入ってくるか。リコールしました。噛み合わなかった。むしろ相手のトップレーンでのチーズっていうのを警戒したワーディングになりましたかね。ワード1本置いて昨日は戻っていきました。トリンケットは切り替えています。ボットサイドへのその間の侵入というところはビヨンド許していないようですね。ディープワードを受けていません。お、逆に昨日の合流からブラウムレベル1の強さを生かしながら入っていってラプター前ワードを一つ。ただしアライブが様子を見ていたので置かれたことは分かっている。ビヨンドとしては序盤からボットレーンのところ激しく行きたいので敵のジャングルのスタート位置ルートっていうところを把握したかったと。ジャングラー互いにボットサイドスタートです。ここまでどっこの主要チャンピオンやはりエズリアルが圧倒的に多かったのでこういった序盤から仕掛けていくチャンピオンっていうのはちょっと楽しみですね。そうですね。ルーンのところではリアもフェイズラッシュですか。マーマもそうなんです、ね。まあ、そしてアライブはプレスアタックですね。あー本当ですね。そしてクレイジーイグゾーストですね。テレポートイグナイトやテレポートゴーストなんかも選択にありますがやっぱりレーニングのところ厳しいっていうところが強そうですよね。集団戦だけを見てレーン耐えられるのであればゴーストが選択できますし、まあ、キルが狙いやすいのであればイグナイトなんですがイグゾーストはもうなんか本当にこのマッチアップ辛いんだなっていうのを物語っているような選択になりますよね。なるほど。さあモヒートの位置がワードで見えました。風車は相手に把握されていないでしょうか。ラプターをスキップした状態でレッドバフに触っていたところリアンしっかりとトップではダメージコントロールして
クレイジーを倒しに押し込んでいます。さあここで移ったぞ、ミッドレーンに寄ってくる。マオンフェイズラッシュ発動からここは逃げていく。その帰り道風車が狙ってくる。フセラメ当たった、追いかけますがワードブリンク。これゲーム1音、もう一度しつこくいくぞ。ミッドレーンのボルルは体力まだある状況ではありますが、トップレーンからの寄りはリアン、ちょっと強引なルートを取っていますが、チョキチョキからジャングルの中に入っていきますが、ここはすでにモヒートが引いていましたね。ブルーバフのコントロールが行えそうです。ソロレーンの主導権というのを最大限に生かしたカウンタージャングルですね。さあブルーバフスティル成功。トップサイドのカニは風車が取りながら、ボットもこれディオで抑えたので、あとおお、ただここは取ったぞモヒート。そしてイグナイトがアライブに入っている。ドッコが前へ、3が決まって、あと一発ファーストブラッド獲得。ドッコテレポートを使ってミッドレーンから、いやそしてトップからクレイジーがやってくる。狙いはドッコ、フラッシュからですがイグゾーストを使って、ここはトラ、捕まりました。Q が立って機能が攻めていく。狙いはクレイジーか、突っ込んでいくのはリアン、いいダメージだ。マオワンにもキルが入っていく。クレイジーはどうだ、倒せるか。イのノックバックが入ってダメージは狙えたんですが、キルには届きませんでした。一気に動いてキルトレードは1対2。ビヨンドのボットレーン、キルラインの見極めが正確ですね。一応はどこをキル回収した上でフラッシュも使わせているので悪くないトレードにも見えますが、やはりゴールドの入り方というところで大きなアドバンテージ作ってきましたね。リプレイです。相手がプッシュしていくところをミニオンからのエンゲージですか。これドッコとしては状況的に助かるビクがほぼなかったので、フラッシュ温存しても良かったかなというシーンではありましたが、ただ相手引きつけたことによってこのもう1キルにつながりましたね。少々画面の方、映像の方乱れておりました。失礼いたしました。こちら MSI、失礼しました、アイスランドから映像をいただいておりますが、少し乱れがございました。さあそしてリプレイが終わったタイミングでトップを押そうとしていたクレイジーに対して風車とリアンがリバーから仕掛けていく。そのまま風車のキルになります。サモナースペル、フラッシュがないレインに対して、しかもこれプッシュウェーブだったのでクレイジーとしてももう仕切るしか選択肢がないような状況、うまくついてきましたね。さあトップにジャングラーが見えたので、モヒートとしてはカウンターでグロンプのスティールです。ザースティも動いている。ただしリバーの中にはワードは1本、状況は把握できているでしょうか。ビヨンド、そのままドラゴンに触ります。ビヨンドとしては、ゲーム1のガラタスサライと同じく止めに来ますか。おーブラストコーンで合流。ドッコドラゴンタルク残り1000といったところ、横から風車がかけてくる。また捕まってしまった。ライブそのままネット、リバーの中ではザースティン相手に CC を与えていますが、ドラゴンのコントロールはビヨンドに移っている。そしてザースティンもデッド、ドラゴン獲得はビヨンドゲーミング。これオブジェクトの価値的にはドラゴンは捨てても音、おお変わりました。ドラゴンは捨ててもいい、オブジェクトだったんですが、味方のより状況的にキル回収まで狙えると。おお、ラプターも取ってモヒートもなんならキル取りそうでした。ここは当たらなかったか。ホトラップ、ま、モヒートを追いかけますが、これは孤立してしまった。モヒートのキルになります。少しやりすぎました。かなり激しい立ち上がりになりましたね。トータルでいうとボットレーンがピッケル1本分のゴールド差、ジャングルのところにもキルが風車に集まってますか。あのドラゴンに対しての戦う判断ビヨンド良かったですね。まあ、最悪ドラゴン自体は借り切られたとしても囲い込んでいるのでキル回収が狙えるんじゃないかっていうところの判断だと思いますね。結果としては狙い通りドッコ風車にしっかりゴールド集まってますし、おっとまた先頭レベル6先行からザースに狙っていきますが、ここは2超走者の角度そしてダメージが足りませんでした。昨日のイグナイトが落ちています。さあトータルゴールドドッコが3400ゴールド、
中心人物にビヨンド、ゴールドが集まっています。狙い通りのゲーム展開、しかもこれウィンレンウィンゲームでゲームを進めたい構成になっているので、しっかりとボットのアドバンテージを生かしてヘラルドにつなげにいってますね。さあ風車がヘラルド触っている、モヒートもやってきた。ただしここにはマオアンも、ボットレーンからはドッコとキノもやってきているぞ。これは圧倒的にビヨンドの寄りが早い。待つだけで人数差ができます。キュー当たった、さらにはスネア、そしてドッコ、ここはボレルフラッシュアウトの判断になりました。モヒート Q 当たっていますが、リアンのゾーニングだ。ヘラルド獲得、ビヨンドゲーミング囲い込むような形は作れています。バレットタイムは縦でキノが守っていく。ドッコは引けた、ただしリアンが、いやこれモヒート逆に倒しきっている。生き残りましたねリアン。瀕死の状況に見えましたが、倒されたのはなんとモヒート。今アライブのアルティメットが3人に綺麗に入っていたので状況有利ではあったんですが、飛び込んできた対象に対し、モヒートに対して的確にフォーカス集めましたか。しんがりがやられてしまう状況かなと思いましたけれど、さあこれでヘラルドもそしてキルもビュンドが一方的に獲得していきました。このヘラルドはまあ十中八九ボットのドッコに対してゴールドを集めていくでしょうね。しかもこのビッグウェーブ吸うことによってリコールで西っこさが入ると思うんですよね。これドラフトの段階ではまあビヨンドはまあリソースが必要なレーンがサイドに2つあるという話でしたが、ボットレーンはまあ2対2から勝っていて、さらにはテレポートでの援護、そして風車自体はトップに介入することで両サイドレーン有利取ったと言えるんじゃないですか。本当に考える限りで最大限の利益っていうのを上げていきましたね。そしてミッドの、まあ、ウェーブプッシュ、そしてサイドの介入が大事だという話でした。今のところはマオアンの方が、まあ、やや早い。そうですね、もうここはチャンピオン的にもプッシュ能力ライズの方が高くなってくるので、おっとモヒート強引にスカトロ買うところ、サポートの機能に邪魔されて邪魔されて取れない取れないぞ。Q 当たらなかった。モヒートというよりも機能のプレッシャーのかけ方がまああれですね、近くに味方いるんだぞっていう、なんていうか、まあブラフをかけながら殴り合っていたような形になりました。実際のところかなり遠かったので反転されると危ないシチュエーションではあったんですが、あれだけ強く来るサポート後ろにいないわけがないですからね。おっとトップレベル先行仕掛けていくのはクレイジー、イグゾーストを使ってたわした、飛んでくるのはボルルだ。キル回収成功です。この辺りはガラタサライ、まあ、相手がボットに人数かけていたっていうところを逆手に取ったいいセットアップでしたね。さあ風車現在ヘラルドも持っています。ミッドのタワープレートをマオアンが破壊した後にボットレーンに向かって動いてくるぞ。ザースティン捕まったか、二層走者、ここにフラッシュアウトの判断、テレポートを使って駆けつけてくるのはボルルですが孤立しているぞ。ストップウォッチからフラッシュはありません。バレットタイムで、ただし孤立したマオアンがここで打ち取られた。リアもテレポートでやってきてとどめを刺す形でブリンクアウト、11トレードです。お互いのミッドレーナーがバック TP をしたがために孤立してしまったところをトレードになった形ですね。そうですね。さあビヨンドとしては攻めるのをやめないぞ。全員が生き残っている、全員が集まっているこのボットレーン、ショックブラスト当たらなかった。チョキコヒから聖なる霧を展開してなんとかゾーニング、そのタイミングでヘラルドを召喚だ。テレポートを使って身を守っている。どっか体を前に出していく、突撃はタープレート4枚、これでボットレーン破壊に成功です。今のどっこの前ブリンク、これもうヒートインセクの選択肢あったんですが、はい、来たとしてもフラッシュでベイトする意識でしたか。ちょっと強気ですね。先ほどのカイサもそうでしたね。スーパーチャージで常に自分が一番こう体を前に出していくプレーを突破する。当然キャリーポジションなので相手としては狙いたくなるっていうのを本当にただこれ相当の自信がないとできないプレーですけど、ね、まあ、ゲイルフォース込みでポジション取ってるんだと思いますが、すごいですね。これでボットのタワー破壊に成功です。さあ先ほどのリプレイ、お互いがほぼ同時にテレポートとライズのアルティメットでバックラインに入ってくるっていうのに対して、それぞれのチームがリアクション本当に早かったですよね。ただまあここから同数なので
できたとしてもヘラルド出したのみで、まあ、追加でプレート2枚なのかなと思ったところをここもリスクプレーで、プレート3枚に増やしていくと。いやここはボレル思い通りにいかなかったというような表情ですね。チーム全体としても、まあ、相手のミッドレーナーを狙うのか味方のミッドレーナーを救いながら手段戦を行うのかというところでかなり難しい習慣的判断が求められるシチュエーションでしたね。さあこれでリプレイの間に、まあ、触っていたのは見えていましたドラゴン2つ重ねてのビヨントですが、おっとエプスフラッシュはさすがに風車が見えていましたから切り、中では切りませんでしたね。ボットにプレッシャーかけていく。まあボルト1対1レベルは先行しているぞ。いやレンジギリギリのところでダメージを与えていく。ただここ囲うようにクレイジーがやってきますが触られることはなくマンは下がっていきます。風車がタワーシ1人で守っています。デスニーは展開している状況だ。ミニオンはクリアできそうですがこれボルルが飛んできてバースト風車に集めていきますがアルティメットで耐えている耐えている。そのままなんとダイブをしたザーゼンが刈り取られる形。そしてブラストコーン飛んだ先待っていたのはキノー。あとのそれでも守りの方でモヒートが守っているために少し足りていない。マオはもう今の上に飛んでしまった。逆に孤立はキノーですがここはブリンクアウトで生き残ります。いちいちトレードまたしても今 GS のボットセットアップに対するビヨントの対応っていうのがちょっと異次元でしたね。風車であれば相手のファーストエンゲージ耐えきれるっていう判断であえてリアンが遠い位置にいたんですね。自分が狙われない位置に仕掛けてきた瞬間に合流することによってキルを狙おうと。いやただこの間にもやはり気になるのはこのどこにゴールドが集まってるんですよ。これトータルでプレート何枚食べたんだっていうぐらいのゴールドになってますね。7200ゴールド持ってますよ。すごい。ここですよね。本来であれば守るのであれば2人中にいるべきなんですが、あと風車がいるのもちょっと違和感ありますよね。そうなんですよね、まあ、当然浮いているということで GS としては4人でダイブを仕掛けていくと。でも見てますもんねリアンが。いやーただこれちょっとゴアドリンカーとアルティメットによってダメージ出しきれないとか計算でやってますね。ここ起動のスキルをボルルサイドステップでかわしましたね。ここで、まあ、キルは11トレードなんですがその間にトップのアウタータワーをドッコが1人で破壊していました。一方的にビヨンドがアドバンテージ作った形です。おお2超走者ザースティンがなんとかボディーブロック。ソラフレア決まったぞ。ここはドッコクレンズを使って逃げていきました。ゲイルフォースもダウン。いやー次のアクションを常に狙っている。構成を見直してみるとフォーチュンのアルティメットに対してシンジャオとブラームどちらもカウンタープレイが取れるんですよね。かなり GS としては戦いづらい形が予想されますね。さあヘラルドに触っているのはガラタサライです。ドッコのアルティメットもゲイルフォースもそしてクレンズも落ちているところを見てのヘラルドコントロール。ここは取れそうか。人数を寄せるヘラルド獲得ガラタサライスポーツになりました。帰り道追いかけますね。上側に押し出しつつミッドのタワーシージを狙っているようですね。ドラゴンも55秒です。取れればビヨンド3つ目。今回もオーシャンですね。後ろからザースティン、ただマオラにバレているぞ。テリスブレード届かなかった。木の瀕死の状況からフラッシュアウト。クレイジーの針仕事届いていますがダメージ足りないか。ガーディアンも発動している。ショックブラスト直撃。リアンがキル獲得。さあドラゴン27秒まずはミッドレーンだ。Q が当たってもヒート前に出れないプレッシャー。これ2超走者のクールダウンが上がってくる。聖なるキルを使ってクレイジーダメージは食らっていませんがミッドのアウタータワー破壊に成功はビヨンドゲーミング。さあただこのままドラゴンも狙うのであればこの状態で戦わなければいけないぞ。ザースティンは復活して戻ってきます。これどこ本来であればまだきつくなるんですが SS 買ってることによって十分持ちそうですね。なるほど。さあ解放の魔導書を持っているボルルは現在テレポートとイグゾーストトップに寄ろうかと考えましたがやめました。ドラゴンファイトなりそうですか。ただまだアライブ遠いぞ。触っているモヒートの位置はバレた。そしてエンゲージだ仕掛けていく。もう一度引いた。取り残されたのはザースティン。
キノのプレッシャーでもヒート、またしても前に出られません。打ち上げ入ってザスにそのままデッド。ボルルも近くにはいますがダメージ出せる状況ではないでしょうか。ただし体力はかなり減っているぞ、ビヨンドサイド。ああ、もういいとこで9がキノに当たらなかった。カードがかかすってキノ瀕死の状態ではあるんですが生き残っている。そしてここでボルルスネアで捕まりましたが、そのマオランに対してはもうヒートがしっかりと強面撃でキルを取りました。強襲当たって飛び込んでいっての AOE ですが、返しの一手風車が速い。そしてドッコが前へオートアタック、一発が重すぎる。3キル獲得、ビヨンドゲーミング、そしてドラゴンにつながりました。ビヨンド睨み合いのサイド、チーム単位での押し引きっていうのは本当に綺麗ですね。これザースという形していますが、合わせてこれで4キルですかね。圧倒的なアドバンテージ、ゴールドアドバンテージがこれだけあるので、もっと落ち着いたプレーでもいいのかなとは思うんですが、もうこの辺りはチームの個性というか地域の個性というかっていうのが出てますね。そうですね、今 PCS ですが、もともとは LMS 地域、血の気が多い地域ですからね。ただ本当に、まあ、こういうゲーム展開に慣れているんだろうなっていう、まあ、動きに対しての本当にリアクションのスピードの速さであったりとか、リスクの取り方が綺麗ですね。あとはその BO5 の1戦目落としましたけれど、やはり立て直してくる、そういう強さを持ったチームですね。そうですね、ここもエンゲージをして相手のディスエンゲージに対して即座にチーム全体で引くことによって無駄にスキルを吐かせているんですよね。でそこからの相手が分かれていると、前後分かれているという判断をしてからのこの左右へのなんていうんですかね、もうフォーカスの切り替えですか、はい、が統一感がすごいですね。あとは今みたいにマオランがフォーカスされているときに他のプレイヤーがきっちり守るのではなくて別の敵プレイヤーに対して狙いを定めることによって常にイーブン以上のトレードを成立させているというところも大きいですね。さあ20分、もうしばらくすれば20分といったところで6700ゴールド有利を作っているのはビヨンドゲーミング。もうヒート使う先がなかったか、いやこれはおっとクエのところに送り込んだんですが、どこなんてことだ。あと、いや届かない。あー、シャットランゴールド1000ゴールドが見えました。バレットタイムで返していくのはアライブ。さらにはもうヒート戻ってきて、キナを手前に蹴り飛ばしてのキル回収、2キル獲得。体さらい、さらに追うぞ。Q は届かなかった。もう一度仕掛けることはできませんが、1、2トレード、さらにはボットレーンに送り込まれたヘラルドが仕事をしている。これどこのシャットダウン、アライブに入りましたか。ちょっとリプレイで確認していきたいですね。1000ゴールド見えたのは間違いないと思いますが、これまでゲームを通してハイリスクハイリターンのプレーを続けてきたビヨンドですが、ここに来て初めてですか。あと一発でしたね、本当に。いや本当にあと一発でしたね。もっと言えばあと 1T も前に体を持っていければオートアタックのレンジ入ってましたね。と今年届かないのかっていうちょっとたわしゃれ見えましたね、そういう迷いの動きが。あとは良くも悪くもチーム全体が意思統一できた上で前に前にっていうムーブをしているので、どこが崩れてしまうと、はい、もろとも、まあ、タワーとタワーの間ですからね。リプレイです。ここも、まあ、相手がボットアクションしているので明確に人数差があるだろうと。判断自体は本当に正確かつ素早いんですが、長引いてしまった。そしてドッコが最初に落とされてしまったっていうところで一気に陣形崩れましたね。あ、ただ AD キャリーの装備差っていうところはまだまだ広がってますが、ミッドがかなり追いついてきているとはいえ、うん、ゲーム全体で見てもまだビヨンドが有利ですね。今のサポートのザースティーンだったようですね、シャットダウンゴールドは。あー、なるほど、アライブに入っていればっていうところでしたね。そうですね、アライブのキルはキノのキルだったように見えましたね。さあただビヨンドまだまだゴールド差を持っている。勢いよく攻めていきます。ドラゴンまで1分11秒。おっとここでボイドワードブリンク素早く逃げたが、その間にタワーに触りに行くクレイジーがポジションを取りますが、2丁装置ソーラーフレアは決まってはいない。ストップウォッチ、その間にタワーの上がりに成功。縦で守りながらバレットタイムは耐えている。横からボレルがやってきた。ただしドッコがデッド。ただしそれでも残されたビヨンドのメンバーも強い。4対3、
クレイジー体を前に出す。ドラゴン40秒デスタイマーは両チーム間に合いそうです。視界の確保はビヨンドが握るでしょうか。一度お互いリセットにはなるんですが、仕掛けそうに見えますけどね。サマーはアルティメットがあるぞ。待っている。クレイジーの位置が見えている。ダブリは届かなかった。プッシュの主導権を取りながら復活したメンバーの合流を待ちます。最初に到達するのはザースティン、続いてキノオーシャンドレイクがアップする。2回目のオーシャンリフト、しかし今度は3つスタックを持っているのはビヨンド。どこが戻ってきます。この位置見えていない。ドラゴンを削りながらもヒートがスティールを狙っている。この位置ブルートリンケット、位置がバレた、位置がバレた。警戒されていますモヒート。一度味方の元へ戻りました。ぐるっと回っていくのはボルル。デスティニーのクールダウンがしばらくすれば上がりそうですが、ソラフレア決まっていない。ドラゴン取り合いになるか。ボルルは二丁走者でそのまま落とし切られた。ドラゴンはリセット、集団戦になっている。獅子を絡めながら風車逃げてはいました。ここでシャットダウンゴールド獲得アライブ。ジャングラーが落ちました。そしてモヒート仕掛けていってさらにキル回収からドラゴン獲得。マオランはなんとかアルティメットに逃げています。いや前に出るドッコ。ここでガラタサライは引いていきます。ドラゴン獲得はガラタサライスポーツ。今の状況からよく取り切りましたね。ちょっとドッコのプレーが強気すぎてそっちにばっかり目がいっちゃったんですけど、ドッコは完全にボルルの相手をしていた。その間にモヒートの竜の怒りですかね。ウシシュかなり決まっていたようにも見えましたが、ただまあいずれにせよガラタサライとしてもグエン、ツイセットフェイトと後半に強いチャンピオンが残っているので、ここで5分間時間稼げたっていうのはかなり大きいですよね。いいプレーです。まあ、ドッコがボルルに対してもう1対1でキル取っていったっていうのは見えてたんですが、ここもエンゲージうまくかわしてるんですよね。ビヨンド、ここから上側の集団戦が、やはりここの蹴りですね。やはりこれもヒートナイス。やはりアルティメットでしたね。やはり彼の個人技すごいですよ。だからこそのゲームはターゲットバンだったんですけれど、ボルルの増員に使っちゃいましたからね。さあそれでもゴールド有利はやはり渡しません。ビヨンド、おっとうまく逃げましたねダスティン。何もなかったみたいな感じで通り過ぎてきましたね。ちょっとヒヤッとするシーンではありましたけど、なんかマオラもちょっと遅れましたね。さあボットレーンをプッシュしているクレイジー、テレポートがある状況です。ここまでのビヨンド見ているとさっとバロン触ってもおかしくはないですが、ここは視界を消しきれていません。ボットがプッシュされているので一度リセットをかけて自分たちのターンというのを作り直そうとしてますが、ドッコはリコール、マオランは少しシンガルを務めていたのでアルティメットを使って引きました。あ、ただこれリコールを遅らせたことによってサイドインは取りましたね。取りましたね。これでクレイジーにゴールドが入ります。これグレンスーパー完成しそうですよね。今のワンタワーによってリコール入ってますが、あ、完成しましたね。コスミックドライブが入ったことによってスキルの回転率、まあ、特に E の回転率とムーブスピードアップを獲得できるので、これ相当戦いやすくなりますね。ドッコは3コアとヘクスドリンカー、やや魔法ダメージは警戒している、まあ、かなりクレイジーも詰めて距離詰めてきますからね。まあ、ブラームシンジャーがいればフォーチュンのダメージっていうのはなかなか自分には飛んできづらいので、それよりも、まあ、グエント、トゥイステッド・フェイトによる、まあ、遠距離からのダメージというのを警戒してますね。ヘクスフラッシュ狙ってゼニスブレードはキノに届いた。ソーラフレアはどこかわしている2丁走者の返し、そこに対して氷河のレッグをキノ対応、前に出てくるクレイジーを一度止めました。どこともヒートの1対1はきっちりと勝ち切りました。ただしバレットダイモンいいダメージだ。2キル獲得はアライブ。フージャー取り残されているか。ゴールドカード素早く引いてスタンになっている。そしてクレイジーが体を前、ただしドッコが参戦、すごいバースト落とし切った。アライブもフラッシュを切ってなんとかダメージ出したんですが、
それでもキルには届かず、お互い生き残っているのは2人。ガラタサライどこまで狙ってやっているのかわからないんですが、はい、どこに対して、今回はモヒート、前回はボルルがするような動きしてるんですよ。でその間に逆サイドの4対4でフォーチュンのアルティメットを生かして陣形を破壊しているので、集団戦全体で見るとどっこのダメージが少なくなってるってことですね。少なくなってますね。そしてナイスディスニー。こうなってくると1分後のドラゴンファイト、これどうなる、狙ってやってるんだとしたらちょっとビヨンドとしても、まあ、特にドッコとしては修正が必要になってきますね。リプレイです。今の話をもとにもう一度見てみると、そうですね、人数差がある状況での内戦ゲージから、これモヒートが深くいった後、んー、ちょっと自分から釣られている印象もありますけどね。そうですね、自分を蹴り飛ばしたモヒートに対してすごいヘイトを持ってましたね。結果最も育っているドッコが相手のジャングラーとただただトレードしたような形になっているので、無視してミスフォーチュン狙いに行ってもよかったみたいな。てかそうしないと、まあ、特にマオアンがフォーカスされてしまった時ダメージが足りなくなりますね。なるほど。さあ激しい試合だ。14キル対21キル、現在ゲーム時間は29分。モヒート、砂が捕まった氷河の烈行、ワードブリンクよけていく、アルティメット機のダウン、これで実戦技術スキル1個なくなりましたね。なくなりましたね。やたらショックブラストいいダメージだ。オーシャンドレイク湧きました。先ほどはガラタサライがなんとか取った。ソウルが変わっている2上走者、アライムに対してかすったか。ただクレイジーもうまく体を出して守っている。プラストコーンはここはボルルが壊してボットレーンサイドに回っていきました。ソーラフレアスタンになっていない。マオラン速攻、ここでポーク届いた。マオラン、そしてリアンでアライブを落としました。これここまでの幸せ支えていたのがフォーチュンのアルティメットなので、ガラタサライスティールぐらいしかオプション残ってないですね。リアンが何度も何度も狙っていましたが、ここでマオランと合わせてキルになりました。どうする、ボルルはデスティニーから戻ってきてですが、ドラゴンに触る手段はありませんでした。オーシャンソウル獲得はビヨンドゲーミング。これでゴールド差以上に圧倒的な有利をビヨンドが握りましたね。そしてそのままバロンへ向かいます。スカトルの視界があるので分かってはいる、はい、そしてモヒーダがここにいる、そして本日スティールは多い。さあどうなる、コントロールワード、残り4,000、3,900といったところ、裏に回り込んだ。ただモヒートバレている、バレている。ドッコが対応に向かいました。バロンをストップして切り返すか、誰を捕まえる。 CC が届かない。バロンはストップリセットだ。ここは止めたということになりますかね、ガラタサライが。そうですね。おっと、そして触る、確かに視界はない。風車が今気づいたでしょうか、ゆっくりと戻ってくる。ビヨンドゲーミングの面々視界がない。クレイジーが横からプレッシャーをかけている。風車が今度はスティールを狙う立ち位置、クレイジーがママに対して仕掛けていった、すごいダメージ。そしてバレットタイム、ソーラフレアはスローになっている。風車はバロンピットなんか取り残されて全くダメージ足りていない。ただ風車も強い。バロンの取り合いはつまり勝負になるのか。あ、残り18。バロン獲得、ガラタサライスポーツ。今の一連のバロンファイトかなり面白かったですね。これ本当にロールの特徴なんですが、はい、勝ってるビヨンドとしては借り切るっていうのが基本的にやりたくないんですよ。スマイトスティールのリスクをただ負うだけなので。ただガラタサライとしては負けている分だけスマイト勝負になっても美味しいんですよね。50-50になってもいい展開ですよね。そうなんですよ。そこの両チームの状況っていうのが大きく分かれましたね。ビヨンドもそれが分かっているので止めに行かざるを得ないっていう中で、うまく引き込んでからの、いやもうそれにしてもこの試合全ての集団戦でアライブのアルティメットすさまじいですね。完璧に起動し続けてますね。まあそうでしょうね。そうなりますよね。いやただオーシャンソウル取ってたのでバロンピットの中の風車すごかったですね。体力減ったなと思ったら戻ってましたからね。あれだけ敵に囲まれながらずっとスティール狙える、状況なかなかないですからね。最後は、まあ、竜の怒りで蹴られて戻ってきましたが、さあバロン獲得から、おーゴールドがほぼ詰まりましたね。5000、6000ゴールド差ぐらいあったんですが、
2戦続けてこれエルダードラゴンファイトになるんですか。すごいですね今日のビオ5は。まあ、前回1ゲーム1はオーシャンソウル取った側が勝っているのでやはりビヨンド有利かなとも思うんですが、今ちょっと体力を温存した方がいいのかなと思いました私。そうですねこれ後半のゲームになればなるほど本当に擦り切れてきますね。そうですね、まあ、すでに33分です。本当にゲーム展開が早いのでもう気づいたらって感じですね。今回ただチャンピオンの後半のパワーでいうとガラタサライの方が高いんですよね。特にティーステートフェイトはこれで3コア 3.5 入っていて、グエンは本当に序盤どれだけこけていても装備さえ入れば仕事ができるチャンピオンの代表例なので、ビヨンのゲーミングがそのうまくいった例としてはやはりこうリアンのポークが非常に大きかった。そうですね、キーチャンピオン相手のアライブを先に落とすってところが最重要なんですが、同じこともう一度やるのはかなり難しそうですね。マオアンがかなり捕まっているのが少し気になるところではありますね。あとはドッコがなんだかんだで釣り出されてしまっているっていうところをこのゲーム中に修正できるかどうかですよね。マルモティウスの胃袋が先ほどドッコ完成していたのが見えました。そこからクリティカルを伸ばしていっています。6000ゴールド差が25分の段階であったのが少しずつ少しずつ、そして並びかけていると、もうほぼイーブン、この時間ですしね。オーシャンソウル対本当にレートスケールっていうような構図になっているので、まあ、睨み合いからのポークを続けるのであればオーシャンソウルが生きる形ですよね、うん、相手のまあ飛び込みに対しもしくはキャッチっていうところでガラタサライが本当に瞬間的に当たってアライブのアルティメットを生かす形を作れるかどうか伺ってそうですね。ビヨンドは仮に一瞬こうアライブのアルティメットが決まったとしても生き残りさえすればそうなんですよね、回復しますからリセットさえかけられれば、はい、互いにこのアライブのアルティメットがどうなるかが重要になりそうですね。となると、まあ、リセットかけさせないためにもモヒートのインセックっていうところも、もしくはボルルの追撃スタンカードですか、ゴールドカードっていうところも重要になってきそうですね。アライブもアルティメットだけではなく今回しっかりと殴ってダメージが出るビルドをしていますが、あまりこう殴れる環境ではないのかなというのが印象ではありますね。そうですね、オートアタックはかなり難しいですね、さあエルダース40秒切りました。二丁走者はハラスに使っていく、体が硬いザースティンとモヒートリアを受けたでしょうか。大きなダメージにはなっていません。レーンに深いワードは1本ガラタサライが刺している。マワンの状況も分かっているでしょう。エルダー前盾を使ったタイミング、スネアで機能が捕まっていますが、モヒートの Q はタンクミニオンに吸い込まれていった。ゼニスブレード届いた、氷河のレコを返していますが、アライブが先に機能を打ち取った。風車もユーゾーズを捕まって、その後のポータルは竜の光から、いやそれでも飛ぶことができた。マワンが代わりにザースティンを倒しています。今機能をキャッチするにあたって風車がカバーに入ろうとしていたんですよ、アルティメットで。それをボルルがゴールドカードで動き止めたことによってキャッチが成立しましたね。さあエルダーに向かいます。エルダーに向かっています。まま、間に合いそうですかね、ギリギリ。ラッシュ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 、間に合うか。フラッシュイン、あー最後はアライブだ。エルダードラゴン獲得はガルダサライ。お互いのストップポジの応酬からですが、ボルルはフリーポジション、ドコもドラゴンピットの中でダメージを出し続けてはいますが、ここでもうヒートがあったら一人ストップポジからフラッシュアウト。ボルルと合流することなくここでドコが倒しきります。さあ2対1、エルダーバフはあるもののこれ以上は戦い、そしてキノだスタックから時間を使わせてマーワンガを迎え入れる形。これでザースティンが復活したものの4人のメンバーがデスタイマー。ただこれ2人だとネクサスまでは難しいですね。インヒビターを取ってリセットになりますか。いや今回はドッコが最後まで生き残り、そしてダメージを出し切りました。エルダーこそ取られたもののしっかりキル回収できたので何の問題もないですね。ビヨンドとしてはそうですね、バフは残っていません。そしてバロン、これはよテレポートする。
行くのかクレイジー。ただ風車が合流、ここから早いぞ。バロンを取った後が狙いでしょうか。バロンを取った氷河の連行、時間を作ってアライムのバレットタイムが3人へ。ただ木のしっかりと盾を張ったクレイジー、ここへ合流。風車が捕まったか。トップレーンにはテレポートも見える。風車がデッド、風車がデッド、いやデッドしていない、失礼しました、デッドしていません。逃げ延びた先に、ただここボルルがやってきて、そして竜の怒り CC しっかり与えていく。タワー下に飛び込む前にトリプルキル獲得アライブ。あこれ、そしてマオランを残して4キル獲得です。戻れないぞ、戻れないぞ。マオラン横からウェーブクリアをしていきたい。かなりミニを消すことができた。ゴールドカードが届いていますが、タワー下です。砲台ミニオン1体、砲台ミニオン1体、これを守りながらネクサスに向かっていくガラタサライ。あーそしてマオアも倒しきって、このゲーム2もガラタサライスポーツが取ります。これはなんだはい、ですね、はい、ちょっと待ってください、今いろいろ思い出してちょっと待っていただきたいですが、エルダーバフを取ったのはガラタサライでしたが全開しましたね。そうですよね、はい、でそれのカウンターとしてミッドインヒビターを取りつつバロンを取ったんですが、帰り道に、アライブがアルティメットで応酬、ただ木の耐えてその後、風車デッドしたかな、ちょっと私間違えたんですけれども、そこから逃げ切っていたんですけど、テレポートからの追撃追撃いろいろやってきましたね。これ本当に読めないですね。ガラタサライとしてはこのゲーム、特にこのゲームですか、序盤圧倒的なディスアドバンテージを背負っていたので相当不利な状態からだったんですが、まずアライブが支えて、どうなんでしょうね、今日両チームとも思い切りが非常にいいんですよ。リスクを取る、いい意味でもリスクを取るプレーができるんですが、結果としてはそれが悪い方に転んでいるのがビヨンドになりますかね。23キル対28キルゲームだったみたいですねいやずっと戦ってましたね本当に。まあまあ明らかに有利になったのはこれでガラタサライですよね。そうですね、ビヨンドとしてもやっぱりでも中盤のミスがちょっと目立ちますか。あのミッドセカンドタワーからインヒビタワーまでダイブしていって一気にゴールド回収されたっていうシーンもありましたから、序盤ゴールド差を広げるためのリスクプレイは肯定されるんですが、広がった後のリスクプレイっていうのは単純に相手のチャンスにしかならないですよね。いやーガラタサライトルコ強いですね、というかメンタルが強いですね。何かされても返していきますね、まあ、互いにそうではあるんですけれど、ただやっぱり不利な状況自体はガラタサライが多く時間的には多く背負っているので、その中でもなんか折れない心じゃないですけど常に自分たちの形をどう作るのかっていうのを考え抜いたプレーっていうのが本当に目立ちますね。さあ2ゲーム立て続けにエルダードラゴンが絡む長時間の試合にはなっているんですけれども、かなり激しい内容となっています。ゲーム3どうなるのか非常に楽しみです。では一度、インターバルです。